皆さんこんにちは。こんにちは、シュルールサイズマサキです。次の方に質問したいと思います。秋田さん、はい、秋田さんは、ママ美容師で、今時短社員として働いてるんですけれど、仕事で大切にしてることって何かなっていうところを、ぜひママ美容師目線でお伺いしたいなと思います。リーベルのスタイリストの秋田です。よろしくお願いします。硬いですよね。私が大事にしているのは、お客様に目線に立って接客や技術をするっていうことを心がけてます。このお客様、自分だったらどうしてほしいのかな、もしこの人がこう自分だったら、これやってほしいんだろうな、これやってあげると嬉しいんだろうなっていうことを、もう先手を取ってやるっていうことを大切にしてます。で、その他にお客様だけじゃなく、なんかスタッフに対しても大事にしてます。なので会話するにも、スタッフが嫌な気持ちじゃないかなとか、こうしたら気持ちよく仕事できるんじゃないかなとか、自ら自分でこう環境を良くしようと努力をして頑張っています。まさにその通りで、秋田は、僕実は入社する前に一度会ったことがあって、昔のリーベル、旧リーベルの方に来た時のことを、初めて来た時のことを今でも覚えてるんですけど、すごい疲れたママみたいな感じだったんですよ。なんですけど、やっぱりうちに持ってるものっていうのはすごく熱くて、お客様思いっていうのはやっぱりすごくあって、今本当にすごく輝いてるので、お客様の支持率もかなり高くて、すごい本当に学びが多いなと思って、ママ美容師ありがとうございます。はい、じゃあ全員質問が終わったので、すいません、ちょっと不慣れなもので、最後にここの会社に入って良かったことっていうのを、ぜひお伺いしたいなと思います。チュルルスタイリストの宮本です。よろしくお願いします。この会社に入って良かったこと、まずはその技術とか、その勉強ですね。お客様に対する、ことだったり、新しいことに対するそのなんか敏感さとか、そういうのがやっぱ他の会社にないなってすごく思いました。で、やっぱその自分も新しい技術だったり知識を身につけることで、やっぱ進化できるし成長できてるなっていう実感があるので、やっぱそこがすごくここに入ってよかったなと思います。あとは皆さん言ってるんですけど、そのやっぱりオーナーのスタッフ思い、その結果としてみんながやっぱりお客さん思いにすごくなってるなって思うんですよね。なのでその一致団結感とかもすごくいいし、やっぱここで仕事してるやりがいとかはすごく感じるので、そこが一番ここで働いててよかったなと思います。はい、ありがとうございます。宮本の方はシュルールで日々一緒に営業してるんですけれど、お客様目線に立って一生懸命どういう風に言ったらいいかなっていうのを、なんか本当にこう正直にやってるなっていうのを日々感じてます。ちょっと不器用なとこもあるかもしれないですけど、いやもう本当になんかこう見てていいなって特に最近は思う日々ですね。じゃあ一通り質問の方させていただきました。またこういう機会があったらぜひ他のスタッフも質問の方していきたいなと思いますので、逆になんかこれ聞いてほしいみたいのがあったらコメントとかいただけると、すごく僕らも進行しやすいですし、お客様目線というところに尽きるかなと思いますので、よろしくお願いします。一つまとめて言えることっていうのは、その会社の企業理念である生涯っていうところ、お客様の生涯に寄り添っていけるように、あとはそのスタッフの将来に生涯に寄り添っていけるようにっていうところをオーナー筆頭にやってる会社ではあります。まだまだな部分はあるとは思うんですが、これからも日々僕たちで精進していきたいと思いますので、今後ともぜひよろしくお願いします。それではじゃあまた次回にお会いできたらと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。